1974年の F1 世界選手権1974年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第25回大会である。1974年1月13日にアルゼンチンで開幕し10月6日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで全15戦で争われた。エマソン・フィッティ・バルディとクレイ・レガツオニが最終戦まで タイトルを争ったが、レガツオにニは、ステアリングのトラブルで11位に終わり、4位に入賞したフィッティパルディがタイトルを獲得した。フィッティパルディ、ロニー・ピーターソン、カルロス・ロイテマンが3勝を挙げ、ジョデ・シェクターとニキラウダが2勝、レガツオニとデニス・ハルムは1勝であった。グラハム・ヒルは、自らのチームで、ローラを走らせた。ヘスケス・レーシングは、ジェームス・ハントがマーチを走らせた後、 自社写シ真シを投入した。ロジャー・ペンスキーとパーネリ・ジョーンズの両アメリカンチームはシーズン終盤に自社製写シ真シで参戦した。クリスエイモンの自社製写シ真シは刀剣、トロージャン同様に成功することはなかった。3月に行われたアフリカ GP のプラクティスでピーター・レブソンが10月に行われたアメリカ GP でヘルムート・コイニクが自己死した。 1974年シーズンはドライバーが固定ナンバーを使用した初めてのシーズンとなった。ありがとうございます。